小野裕二、サガントス、ミッドフィルダー10番。自分の周りに結構、まあ、それこそ高橋とかもそうだけど、それぐらいでデビューしてる選手がいたから、あの当時は、まあ、それが当たり前というか、まあ、あの当時で言ったら宇佐美、高橋、宮吉、あと高木義明とか、まあ、それぐらいで、まあ、17歳、18歳、まあ、ユースの時に基本的にみんなデビューしてたから、まあ、それが当たり前というか、まあ、ただトップチームに行くってよりかはトップで試合出てる選手が多かったから、まあ、それが普通だったのかな。まあ、ただ自分がプロ、まあ、13年やってきて、まあ、あの場に立ててたのは結構特別なことだったのかなっていうのは、まあ、簡単なことではなかったんだなっていうのは思います。本当試合ずっと出てたんで、もう食らいつくのに必死というか、まあとにかく試合に出て自分が結果残して、まあ、海外行きたいっていう気持ちがあったから、それをがむしゃらにやってたから、そんななんかこう今みたいに考えてやってたっていうよりかは、まあ自由にやらせてもらってたのもあるけど、そこまでなんかすごい思い出っていうのはあんまりないかな。うん、まあ、なんか全部、まあ、ユースの時から含めて、そのプロデビューしてから2シーズン半、なんかここっていうのはあんまりないけど、全部がもうなんか思い出っていう感じ。まあ、いい思いしかしてないから、逆に言ったら、まあ、あんまり試合出れなくてとかっていうのがあんまりなかったから、まあ、いい思い出しかない。でも これといってなんかすごい印象的だったっていうのはそこまで、まあプロデビューした試合とその次の試合、まあホームで初めて日産スタジアムで90分プレーした時の試合が一番思い出というか覚えてるかな。行ってよかったなとは思いますけど、まあ、ピッチの中で自分が思い描く結果が残せたかって言われたらそうじゃなかったなっていうのが率直な。怪我もそうだし、まあ、まあほとんど怪我っていうのはあるけど、まあそれも、まあ、自分の実力じゃないけどっていうふうには今は思ってる。まあ、僕がベルギー行くときは、まあ、やっぱなんでベルギーリーグ行くんだっていう感じで言われてたから、まあ、正直自分もどんなリーグかも分かんなかったし、まあ、どんなチームかも分かんなかったし、まあ、行ってみて初めて、まあ、その当時そんなベルギーリーグって注目されてなかったから、そういうリーグでもこんだけレベル高いんだっていうのが印象的で、で、まあ、もちろん選手もそうだし、まあ、なんか文化もサッカーに対する熱っていうのがやっぱり日本とはかけ離れてたから、まあ、みんなの中心にあるのがサッカーみたいな。日本だったらまあ野球とか相撲とか、まあ、そういうものの中に、まあ、サッカーが最近こう大きくなってきて、でも向こうは本当サッカー一色って感じだったから、まあ、そういう文化の違いとかもすごいあったし、あとは個々の能力が高い選手が多かったかな、ピッチの中では。まあ、一人でなんとかできるような選手がやっぱ多い。まあ、もちろんチームスポーツだからチームプレーができなかったら試合には出れないけど、まあ、その中でもほとんどの選手が、まあ、何かしらの特徴があるというか、前の選手に行けば行くほどあったかなっていう印象。もちろん J の中でもすごいいい選手とか、
はたくさんいて特徴のある選手もいるけど、逆に特徴のないというか本当に上手い選手っていうのがたくさんいるっていう印象で J の中は。けど、まあ、向こうは、まあ、全員それがあるみたいな。ほとんどの選手が、まあ、特に前線の選手、もうボランチから上の選手は何かしらの特徴があって、まあ、速いとかでかいとか強いとか、まあ、とにかく点決めるとか、まあ、それこそ怪我しないのもそうだけど、それがなんか結構違うかなって。行くべきだと思うけど、まあ、中途半端に行きたいぐらいだったら行かない方がいいんじゃないかなって。本当に行きたいんだったら行った方がいいと思うけど、行ってみたいなとかぐらいだったら多分無理だと思うから。そんな気持ちのやつは勝てないでしょ。だってやっぱ向こうはね、家族背負ってきたりとか、まあ、みんながみんなじゃないけどそういうやつばっかなのに、ちょっと海外でプレーしてみたいなとかっていう気持ちだったら多分難しいと思う。本当にもう海外でプレーして成功したいんだ、まあ、プレーは多分できるけど、本当に海外でプレーして成功したいんだっていう気持ちが強いやつが多分成功できると思うし、まずは一番は怪我をしないで常に自分の最高のパフォーマンスをする。まあ常に最高のパフォーマンスっていうのは難しいけど、その常にピッチに立ち続ける、まあ、練習も含めて、やっぱり試合して怪我してまたちょっと離脱してとかで、またコンディション戻してとかっていうのはすごい難しいし、でもっと激しい日本 J リーグよりもっと激しいリーグ、まあ、ベルギーも含めてそうだけど、だったらもっと強度高いし、それにまず対応するっていう、その後にやっぱうまいとかっていうのが、そこのラインに立てて初めて自分の特徴っていうかとかが出せるようになってくるんじゃないかなと思うから、まずは怪我しないっていう体作りだったり食事だったり、そういうところが一番、サッカーをするために何しないといけないかっていうところが一番大事かなと。まあ、ある程度海外行く選手だったら上手いから呼ばれてるわけだし、オファー来てこう行ってるわけだから、それなりのやっぱ実力だったり、ね、そういうのはあると思うけど、それをまず発揮する努力というか、発揮するために自分が最高 あのコンディションでいないといけないし、それが一番大事かなって。もっとトレーニングしておけばよかったなっていう。そのサッカーはもちろんそうだけど、筋トレだったり、まあ、マリノスの時はそんなに、まあ、怪我もしてなかったし、まあ、試合にも出てたから、でまあそこまで知識もなかったし、まあ、今だったら、まあ、18とかに戻ったら、まあ、本当試合のために試合のためにというかサッカーのためにもっと時間使って出たかな。まあイコール怪我しないではないけど、やっぱでもそこはもう積み重ねだと思うから、その時にやってればもっと例えばね、ベルギー行っても怪我しなかったかもしれないし、まあそこはたらればだけど、まあ確率的なことで言うとそのリスクっていうのはもうちょっと減ったのかなっていう。でまあなお、あとは向こうもまあ、ピッチのコンディションが悪かったりとか、そういうところにもっと対応できたのかなと思うけど、まあ気持ちかな、自分のここでやりたいって思うかどうか決めるときは、あんまり、まあ、自分のできることっていうか、監督がああいうプレイヤーになってほしいって思ったところで別になれないし、自分はこういうプレイヤーっていうのがある中でそれをどうチームに還元するかであって、
まあ、それで例えば監督がああいうプレイヤーだからもう使えないっていうんだったら別に他行けばいいし、そこはあんまり自分のできることでやって、それでまあ向こうがどう判断するか、別に気に入られるために何かするとかはあんまないかな。まあ、もちろん監督がやりたいサッカーがあってそこをチームとして目指さないといけないから、これはやりたくないとかあれはやりたくないとかっていうのはないけど、でもそれは大前提で、それをやった上で自分の特徴だったりそういうものを出していった中で、いらないって言われればそれはそれで別に違うとこ行けばいいし、自分がもっと楽しくサッカーやれるとこ行けばいいし、いろんな選手見てても結構、まあ、年いくにつれてプレースタイルは変わる選手も多いし、まあ、それこそポジション変わる選手も多いしっていう中で、まあ、自分の、まあ、怪我もあったりとか、まあ、あとは、まあ、もしかしたらあのまま日本でプレーしてたらずっとフォワードのままでいたかもしれないけど、まあ、ベルギーに行って、まあ、サイドハーフやったりインサイドハーフやったりっていう、まあ、監督がそこで使いたいっていうのがあったから、まあ、そこをプレーしていくうちにどんどん、まあ、今のプレースタイルというかが確立していったのかなと思いますけど、自分の中ではその、まあ、試合できれば、まあ、もちろんあの前目のポジションだったりっていうのがいいとは思いますけど、まあ、試合出れれば別にどこでもポジションは、まあ、右サイドバックやったこともあるし、まあ、監督がいやチームがこう必要なら別にキーパー以外ならどこでもやれるのかなと思うから、まあ、そこはあんまり気にはしてないというか、まあ、とにかく試合出たらチームのためにやるっていうことだけ考えてやってきたんで、まあそしたらいろんなポジションができるようになったっていう感じですね。でもやっぱフォワードやりたいかな、一番前。まあ、シャドウとかも面白いけど、もう一回一番前でやってみたいな。まあでもそのためにはもっとね、自分がコンディションというか体の部分でもっと自分の思い描くプレースタイルにならないといけない。もうベルギー行った瞬間に、まあ、やっぱストライカーは厳しいっていう判断っていうか、まあ、身長もないしスピードもまあ別にそこまで速いわけでもないからっていうのが一番最初だったから、まあ、でも自分が昔からやってきたのはフォワードだからもう一回やってみたいっていうのはあるけど、まあでもチームのまあスタイルとか次第かなと思うけど。